ロイター通信はこのほど記事に掲載した中国人女子重量上げ選手の写真が在スリランカの中国大使館に抗議されました中国のコウシエイ選手は24日女子重量上げ4 9キロ級の試合で金メダルを獲得しましたまたスナッチクリーンジャーク総合で3つの五輪記録を破りましたロイター通信社は硬い表情で口元を絵の字にしながら バーベルを持ち上げているコーシエ選手の写真を掲載してこのニュースを報じました一部の中国のネットユーザーは使用された写真についてロイター通信が中国を侮辱するためにわざと醜い写真を選んだと非難しました 在スリランカの中国大使館は同日、公式ツイッターで、ロイターの記事をリツイートし、ロイターが競技中の多くの写真の中から、醜い表情をした中国選手の写真を選んだのは、彼らがいかに醜いかを示しているだけだと抗議しました。また、スポーツよりも政治やイデオロギーを優先し、公正なメディアと自称するなんて、と非難し、恥知らずだと付け加えて罵しました。 中国共産党の機関紙環球時報も西側のメディアが写真で小細工を漏するのは初めてではないと加勢しました実際のところ東京五輪期間中中国共産党当局は対外的に戦狼の態度を取っていただけでなく国内でも言論統制を強化していますウェイボーは25日中国のオリンピック選手を批判するコメント35件を 削除したと発表し、関係するアカウント名を公開し、ブロックや追放などの処罰を科しました。